ソッピーススナイプソッピース7回1スナイプはイギリス空軍の短座複用戦闘機。第一次世界大戦中にソッピースアビエーション社によって設計、製作された。1917年前半にソッピース社の主任設計者であるハーバート・スミスは同社の最も有名な飛行機であり、傑作機であるソッピースキャメルの後継となる戦闘機の設計を開始した。 スナイプの試作機にはいくつかの小さな技術的問題があった。特に最大速度は最初から予想を下回っていた。当時においてさえスナイプは高速機ではなかった。スナイプの構造は初期のソッピース戦闘機より重くなっていたが非常に強靭だった。1918年の段階では高速の航空機とは言えなかったが非常に機動性が良く。 操縦席からの視界も特に前方と髪型が良好。またスナイプは上昇率でも優れ、高高度性能もそれ以前の飛行機に比べて優秀で、ドイツの新型戦闘機とも対等以上に戦うことができた。スナイプには戦中、戦後にさらなる改良が施された。スナイプはイギリス空軍で使用された最後のロータリーエンジンである。 ベントレー BR2 エンジンを前提に作られ、1万フィートの高度で、キャメルの時速 185km に対し時速 195km の最大速度を発揮し、また3時間の航続時間を持っていた。固定武装は、カウリングウアツラのビッカース 7.7mm 機関銃2丁であり、加えて、地上攻撃用として、最高4発の25ポンド爆弾を搭載できた。 これはキャメルと同一だった。設計段階では一丁のルイス機銃をソピース、ドルフィンと同様に中心部に取り付けることも可能となっていたが、生産型では採用されなかった。スナイプは4500機を超える発注が行われ、1918年に生産が開始されたが、戦争終結により500機弱を生産したところで1919 19年に打ち切られ、残りは キャンセルされた。スナイプのタイプは、スナイプアイの一種類のみだが、生産は、ソッピース、ボールトンポール、コベントリーオードナンス、ネイピアサン、ニューポール、ラシトンプロクターなどの複数の会社で行われた。2機のスナイプがエンジンを320馬力の ABC、ドラゴンフライ製型エンジンに換装して、ソッピースドラゴンとして生産が行われた。走行型は、 ソッピースサラマンダーとして生産が行われた。1918年3月、試作機は第一航空機供給省から高い評価を得た。LN ホリングハースト隊は45分で24000フィートまで上昇した。スナイプは1918年9月に第43飛行隊とともにフランスに展開した。また10月にはオーストラリア航空隊にも配備された。 そして第208飛行隊も11月にキャメルから機種変更したが、これは実戦には間に合わなかった。カナダは戦後になってスナイプを運用したが、カナダ空軍が形成される1年前の1923年に退役した。スナイプの戦争参加はわずかの期間だったが、いろいろな任務をこなし、有力な戦闘機であることを実証した。 ウィリアム・バーカーの蒸気スナイプに関する最も有名な出来事は1918年10月27日にイギリス空軍第201飛行隊のカナダ人パイロットウィリアム・ジョージ・バーカー少佐に起こったものである少佐はその時フランスのモルマルの森上空を飛行していたバーカーのスナイプは彼のイギリス本国での訓練任務に関連して 個人的な評価目的のために持ってこられたもので一回、限りの使用のはずであった。戦闘は、バーカーの実戦経験を更新するための2週間の期間の最後、まさにイギリスに帰国戦としている時に起こった。フランスの戦場上空における最後の戦いとして、バーカー少佐は、ドイツの福崎を攻撃し、簡単にそれを撃墜した。しかしバーカーもまたすぐに、 フォッカー D7 戦闘機によって攻撃された。その機も、いくらか抵抗を示した後撃墜されたが、その後バーカーは一人で、第一次世界大戦におけるドイツ屈指の名戦闘機とされる D7 の60機編隊によって攻撃され続けた。交戦中バーカーは3回負傷し、その度ごとに少し意識を失った。それ以降の乱戦は膨大な数の、 連合軍兵士によって目撃された。バーカーは上記のスナイプこそ着陸時に破壊されたものの、なんとかイギリス軍の戦線まで戻ることができた。バーカーはこの英雄的な戦闘により、ビクトリア十字勲章を受賞した。この事件の最終の戦闘報告は3機の敵機の撃墜を報告している。スナイプは対戦中のわずかな活動期間中にかなりの数の勝利を得た。 1919年、スナイプは、ロシア革命に続く内戦において、ボリシェビッキに対抗する白軍を支援する、連合国の干渉作戦に使用された。その際、少数のイギリス空軍のスナイプが、ボリシェビッキに捕獲され、実戦部隊に送られた。スナイプは、戦後のイギリス空軍の標準的な短座戦闘機に選ばれて使用され、最後のスナイプが引退したのは1926年に、 なってのことだった。イギリスオーストラリアカナダ諸原性能武装。ありがとうございます。